です。今最高裁に向かっている最中です。待望のカマンと一緒です。昨日寝てない割には意外に元気です、はい。でも、とりあえずは出して、併合して一段落かな。どうなんだろう。支払い命令が出ないとダメなんですね。どうするのかな。三井住友海上払わないと回収されるだけなのに、最高裁まで来てまだ偽物であるんですかね。まあ、お笑い草になってますね。スタージェットスター航空、ジェットスタージャパン、これ深掘りするとおそらく1兆円を超えます。超えます。大型案件です。はい、超えます。どうするんでしょうね。多分どっちかの会社が潰れますわね。三井は結構硬いからその手前で防御すると思うんですけどね。あと 5億円でエビ体ですよ。5億円で1兆円ですよ。バカじゃなかったら私にちゃんと払って回収するはずなんですけど、もしかしたら本物のバカかもしれません。クレイジーってあれですわ。ブリトニー・スピアーズがクレイジーって踊ってますよね。まさにそれです。